皆さんこんにちは、アクティングスペースのお時間です。8月28日から9月3日まで、スイカ島第11回公演カエル、サッカー秋の桜子さん、出演山形香織さんです。秋も&山形です、よろしくお願いします。スイカ島主催奥山美代子さんです。奥山美代子です、よろしくお願いします。演出家高橋雅則さんです。はい、高橋です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕が出演させていただく経緯が、昨年僕が演出もしました夜明け前吉野美ちゃん事件という作品で相手役として出演いただいて、でそのご縁で、公演に呼んでいただきまして、ありがとうございます。あれ、この役もしかしたらまた愛人が愛人イエーイ。こういうのってほら、出会った時が、潮時じゃない、役の役潮時潮時潮時まさのりさん決まったのはいつ頃ですか？もうちょい前かな。いや、もう全然前ですよ。何言ってんですか？2年とか2年くらい前。そんな前から座組って決めるの？演出家の方ってもう年間で決まっちゃうので、直属の後輩、直属の後輩ですね。直属のね、言ってしまえば直属の後輩なの。香織さんはもう今対談されて、で、美代子さんと雅紀さんは現同じアトリエ委員会っていう会の中で、偉い。スイカ島いつからどのように始まって、2012年が旗揚げ公演なんですよね。で、11年頃にたまたま山形さんが書いた猿っていう芝居に私がちょっと出演させていただいたんですね。それまでね、文学座の女優さんで本を書くなんていう方知らなかったんですよ。で、その時の、ガッチャーのセリフがすごくビビッときたのが、40代だったんですね、その頃に。で、もしかしたら現役の女をやれるっていうのはもうこれが最後かもしれない。今やってるんだよ。その時はそう思っちゃったんです。誰々のお母さん役、おばさん役、そのうちおばあちゃん役ならできるけど、私が女ですなんていうのはもうできないんじゃないかと思ってるっていうのを聞いて、それでお願いしますって言ってやったんです。こう言っちゃなんだけども、代表版ですごいなんていうの、ザ・ジューの記録を取ったんです。旗揚げ公演でのお客様の動員での記録を取って、すごいやったと思ったんですね。それでホームページまで作っちゃったので、そんなに長くやるつもりなんて一切なかったので、ホームページを作ったのとすごい大変です。これをなくしちゃうのはあまりにももったいないと思って、もったいないやろ、お願いしますって言ってみたら、やろうやろうってことになって、そこからはもうなし崩しで。最初はもう一回こっきりのユニットでやってみようよ、勉強会を外でやったみたいな感じ。それが記録を作って、文学座の俳優陣だったり、演出家が自分たちで集まって外の劇場を借りてやってるっていうのはあったんですけど、もう最初からもう今のこうあるスタイルっていうか、いろんな俳優さんを呼んでやろうっていう形だったんで、大変挑戦的なことをされてる先輩たちだなっていう印象でした。もう案外みんな年齢いってからやろうってなったんで、もっと若かったらね、本当に自分たちだけでってなったんだけど、みんな知り合いが割とのすごい人たちもいっぱい知ってる状態で出会ってるので、若松武さんとか森田純平さんとか優子ちゃんが知り合いで、誘ってみようよ、みたいな。いや、誘ったら楽しそうですね。そうそう、だからただありがたかったですね。なんかちょっと、たまたま時間があったから、じゃあ出てやろうかなぐらいのことだったのかもしれないんですけども、やりたい人ととにかく声かけてみて、トライしてみてやってみるっていうのが、そうですね、素敵。それがこんなに続くってすごいですね。本当にびっくりしちゃいましたね。僕もでもスイカ島さんに出ることが決まった時に、やっぱ周りの俳優から、スイカ島出んのいいなって、嬉しい、本当に言われてます。本当に言われてます。雅紀さんの稽古でよくそのスイカ島らしいっていうかさ、ここはスイカ島っぽくみたいな、あれはどういうことなんですか。やっぱり特にね、初期なんかすごくある人間関係がグロテスクな芝居が多かったんで、やっぱりこの男女関係のもつれとか、姉妹のいさかいとか、でやっぱりこう10年やってるから、やっぱりそれがもうね、劇団のあるやっぱり色みたいなところになってますよね。ここはさ、もうさらっといかないで、スイカ島なんだからさ、でもみんなわかるイキメントしたな、ね、ちょっとエロもありの、黒もありのドロッとしてね、スカッとするんですかね、お客さんとしては。どうかね、でも嘘、
だと思わないんじゃないですか、うん、そういうことをなんかお芝居だよねっていうふうに思わない方が多いんだと思うんですよね、うん、あエンタメではあってほしいんですよ、うん、私エンタメ好きだから、うん、あなんか難しい芝居見たはいはいとかあとえげつない芝居見たはいはいってちょっとこう引いた感じのお芝居にはしたくなくてなんか皆さんがのめり込んで見てもらえるようななんか隣の家をちょっと覗きながらあーやってるでも分かる分かるみたいなそういうような感じを移入してくださってね、うん、まあ泣いたとかあの人が本当に心底憎かったとか書かれちゃったりとか、ねまあ、時代はもう終戦前ギリギリ、はい、1945年昭和20年の7月から8月にかけて日本はこう戦争に負けて、まあ、空襲をまあ東京なんかもバンバン受けてでそこにあの葉山の方に疎開している東京帝大の教授およびその家族もいるんですがそこに次男である田島君が帰ってくると、はい、で一人帰ってきてくれればいいものをあの愛人を連れてきちゃったりとかその娘を連れてきちゃったりとかさらにその田島君は作家でもあるから特にまた編集長が、押しかけてきて口説き始めとんでもないでそうするとそれだけ人が集まると実はこういろんな隠されていた人間関係の銅像が歩き出されでその父と子のいさかいだったりとか男女のいさかいみたいなものがこうドロドロしてる中でこう物語が進んでいくっていう感じかな素晴らしい素晴らしいところでも本当はそれ以上の方がいろんなあります見たくなりますね見たくなります、うん、僕はなんかこう合力のどん底みたいな閉鎖された空間に行き場のない人たちがでもこう何をするってこう人間関係のお茶つきしかもそこにはないみたいなそうなんだよねバージニアウルフっぽいなこれみたいなところがあったりとかあれっぽいあれっぽいみたいな、うん、いろんな名作のあるあるをうまいこと随所随所に出てきてでそれをこううまい俳優さんたちがやっているのをこう覗き見るっていうあんまり今の時代若い人は見たことないエンターテインメントなんじゃないかなっていう小田君がねお読みの時にびっくりした、うん、こんなに面白いんだって、うん、だから私もなんかその古いって感じは全然自分の中でしなくて、うん、ちょっぱひとっからげに昭和の作品古いみたいなものでは全然ないので、うん、ご安心くださいみたいなね、うん、教育的なものではないっていうかね、やっぱりあの言葉が美しい当時の人たちが、うん、あの美しい言葉を使ってたっていうところもあるんですけどそこがやっぱりスイカ島のこだわりの一つでもあって聞き心地がいいですよね、うん、あとはね喋ってない人を見るのが面白い、うん、誰かが誰かをチラッと見るだけであっっていうのが多分あるので、喋、うん、ってない人も要チェック要チェックそのさっきの映画の話じゃないけど、はいはい、ある小津安二郎の静寂さみたいなものとか、うん、あの溝口の美しさとか、うん、だけではなくあの市川紺のねあの笹目ゆきとかね笹目ゆきの美しさもあるし、うん、家族ゲームのね、はいはい、食卓じゃないけどあそこのなんか微妙かな、うん、かダイナミズムもあるんだよね、うん、ちゃんと、うん、いろんなものが見つけられるこういろいろな風景というかね、うん、時間に立ち会えるんじゃないかなと思いますすごい濃密な大人の上手な俳優たちもこのハードル上げたら上質なね上質な娯楽作品を、うんうん、あのお届けしようと今頑張っておりますのでぜひ劇場にお越しくださいよろしくお願いしますお待ちしております8月28日から9月3日です、はい、兄さんいつもの音が違う体張ってお金貯めてやっとのことでモテた私のお城だったんだほらはいどうぞ慕われてらしたんですな先生は先生はもうほんと大人気持ってきたロボああお気に入りあっみんなが疲弊してる今こそ小説が必要なんです娯楽だも小説だもそんなものは必要ではないこれは僕の命をかけた戦いで仕事なんですこの通りお願いします書いてみるかな外地での戦いがあの人から言葉を奪った僕たちは同じ人間だった私たちにできることは何